なぜだろう。やたらこっちを睨んでいる。応接室で待っているぞ。李博っていうのはどういう男なんだ。身元引き受け人です。かんざしをもらったのか。つまり義理でもらったものに俺は負けたんだ。俺もあげたはずなんだが全く話は来なかったな。ええ、一夜の夢に喜んでおりました。一夜、大変ご満足いただけたようで。何してるんですか。すぐ洗濯に出した方がいいかと。失礼します。